それではどうぞお渡しください。山形県県民栄誉賞の贈呈を行います。太田祥子様、前へお進みください。山形県県民栄誉賞太田祥子様、山形県はあなたに対し山形県県民栄誉賞を贈り、その功績を称えます。平成26年9月5日、山形県知事吉村美由紀。ありがとうございます。パラリンピックでメダルを取ってきて、それで帰国した時に皆さんが喜んでくれた、その笑顔だったり、そのおめでとうという言葉が私はとても一番印象に残っております。パラリンピックを通じて素晴らしい、もう誰もができない経験をさせていただいたので、このやっぱ経験を自分だけのものではなくて多くの人と共有したいと思いますので、今後はその後輩の指導やパラリンピックの普及活動などに携わっていきたいなと思っております。